しました。ジャネッサラ監督です、えー。先発の高橋祐樹が8回1で見事なピッチングでした。そうですね。あの安定感もありますし、えー、何かこう一つ超えたのかなと、えー、非常に、えー、ナイスピッチングですね。まあ、初めて8回を投げ切って118球というところですが、まあ、関東に向けては次の課題といったところです、えー。そうですね。まああの、えー、今日のところは。 えまあ百二十球ぐらいでいいでしょうというところですね。はい。打つ方では松原が先頭バットホームラン、それから二回の二点タイムリーもありましたが。<laughs> いや大きいですね。えー、まあダの MVP だと思いますね今日はね。えー、まあ先生のホームランも聞きましたし、まあツーアウトからね、えー、あの二点タイムリーっていうのはね非常に大きかったし、まあ彼の。 われわれも予想もができないようなね、えー、そういういいところが出ましたです、ねはい、それから監督、昨日からこう調子が上がってきたと話していました梶谷が4安打あの、ダブルスチールも非常にいい判断だったと思いますがそうですね、あのまあ,あ,あ、大野から打てたというのが、彼の中で非常に大きかったんじゃないでしょうかね。まあ、いいきっかけに えーまあ、もう少し見心地のいい打率にはなるでしょう。さあそして監督通算、えー、1100勝ということになりましたが、改めていや全然何を、<laughs> なんかね、球団の方も出てきてくれて、<laughs> はい、な,なんかあったのとは思ったんですけど、全く気づいておりませんあのまだまだあ生まれたとのほやほやという気持ちでね。 日々望、えー、んでおりますありがとうございました